あら、何があったの？ターン、オレンジ、人間です。モノクロ来たからやりなくて確定だけど、え、ここでまた来るの？これ激アツパターンじゃん。これはね、いまいち新庄まで行ってもらいたかった。あー、でもどでかいから悪くないよ。うわ、来た。うわ、これはもう当たんなくちゃいけないレベル。この図柄配置ならアスカでもいける。何が来るか。おー、レイちゃん、別にセリフはこれ普通だね。おー、金枠、もう王道じゃん。え、最後銀カットイン。ちょっとこれ最後のオチでは大丈夫だよね。だよね、危なかった。まあさすがにあそこまでは全員絡んでくるとまず外さないね。だけど昇格はいつもダメ。これが人間設定1の実力です。肉団子来た、久しぶり。ただこれね、保留が、赤保留はデフォなの。しかも普通に赤保留になる場合は信頼度 90% あるけど、この肉団子からの赤保留は 70% なんですね。あ、でも普通に真珠まで行ったからやっぱ熱いよこれ。うわ、出た、レイちゃん軍まで出ちゃった。短期発進からのロンギリス。ロンギリスは前段分に行かない方が熱いの。ありがとうございます。ここで確定いただきました。レイちゃんの必ず仕留めるっていうセリフはお後で確定ですね。はーい、あとは昇格するからね。やっぱり1でした。ちゃんちゃん。最終号機は無理って予告ないとほとんどダメ。またこの間がいやらしいよね。お、来やがった。この予告ない時にこれ来たら熱いんじゃね。この台ガブレが来たらほとんど当たるから、逆にガブレが一回もないと外れること多い。よいしょ、来たね。可能性あるよ。どうだ。ありがとうございます。濃厚演出何もなかったけど、しっかり当たってくれましたね。さあ、ここから鬼門の昇格。ここで人間設定1の実力発揮です。はーい、おかえりなさい。いや、まさかシャッター開いてね、2冊の部屋と思わなかった。これ確定しました。インパクトモード。当たるレイちゃんは神々しいね。ゼロ号機リーチってもう学園映画のシングルラインなんだけど、もうほぼさ当たんないけどさ、しかもほらセリフも普通だしね。で、このタイミングで突発、なかなかレアな演出だね。今回時短中止めたりしないでずーっと平打ちしてたけどさ、意外とそういう時の方がさ当たったりするんだよね。変なことやんない方が時短で当たるかも。まあ問題はこっからだよね。時間突破したんだけど実際インパクトモードスルーって結構あるあるだから。ここまで出れば大満足ですよ。あと残符だけ確認してさ、先見て、あ、え、マジ？うわ、来たー。これつまり最後の163回目の保留でおそらく当てたってことだよね。いや、すごいね。ちょっといろんなことが起きてて、玉抜くの忘れて。え、気が見える？レンチャン確定じゃん。ハマった後のレンチャンか？最後の保留で当たると、もう一回保留内で大当たりが確定するっていう演出が、なんかライブ的にね、行われてるみたい。というのは嘘です。本当にね、後から来たみたい。2万発は超えたんでね、3万発を目指していきます。保留変化、来ました。赤
図柄発光のアイキャッチ赤、これ激アツです。まあ赤保留じゃないけどね、まあ緑保留でもアイキャッチとね赤図柄発光、まあ、重なってるから大丈夫でしょう。アーゼリエルかレバーならある、いやあるよあるよこれ、頼むよ。マジラミープラグ復活かな、どうだ、あ、じゃあカオル君、うわー最悪これやばい、最後キタキツネだ方、ルル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 ル、あ、ダメだった、終わった。もう大体ああいう熱いリチャージしたらダメだよね、なんかパターンわかる、これはい、今回キンラミエルとか来なかったことで保留内レンジャー確定しました。あ、いきなり最終号機突発、これ嬉しいよね、閉店前とかだと特にさ、当たってるけど長いさ、無動き全回転とか来ちゃうとさ、早く当たってよっていう時あるからさ、これは嬉しい。保留の4つ目だよねこれね、ってことさっきね、保留内レンチャンなんだったらさ、 V 表示してほしいよね、 ST 表示が高速点滅、これまあまあ熱いよ、テンパイはするんじゃないかな、あおと思ったら、また今日は2回もありがとうございます。最終号が突発、すいません、またシャッターを置いて時短からさ、いきなり ST 演出になっちゃった、これ確定です、必ずリーチになって当たります。ただまあ確定って言い方でいいのかな、濃厚って言わなくちゃいけないのかな、まあパチンコってさ、バグとかでさ、やっぱり確定演出も外すことがあるから、濃厚って言い方がねやっぱりいいんだって。まあだからこれも多分おそらく濃厚なんでしょうね。まあ、今回はしっかり当たってくれて、まあ、問題はここからです。まあ、とにかく時短中のシャッター開いた先がね、夜だったらもうその時点で、もう至福です。先ほどのさ、ミサトの部屋からの時短突破したの結局スルーになっちゃったから、今回はレンチャンさせますよ。もう7点するのか、まあそれはないよね、まあでもこれ 50% ぐらいあるから少し期待よ。グースシングル初号機、まあまあチャンスね、この後の展開に期待、これは F 型装備だよ、さあ勝ち作来るかな、 F 型装備への、お、来ましたね、これあるよ、金カットになったらほぼ確定、ほぼ濃厚だね、銀でもそこそこあるよこれ、え、銀なの、いやでも来るよね来るよね、なんなのよこの間はよ、嘘でしょ、まだ余るのこっから、もうやだ、何にも起こらないから、原動打法発動、変わらないな君は、そう変わらないね、オカルト大好き人間です、なんて言ってるうちに月背景突入、分かっているよ、本当に分かってんの、カオルモードなんだからカオル君出てきてよ、出てこないじゃんかよ、まあでも月背景と赤タイトルだから当たってもいいんじゃね、そっかそっか、ここからカオルくんだね、分かってるよ、マジか、エヴァで変わったことはエヴァで再び変えてしまえばいい、いやいや全然関係ないから、そんなこと言ってる場合じゃないから、ほら終わっちゃった、皆さんあともうちょっとで5000人なのでチャンネル登録よろしくお願いします。あ、間違いない、A ちゃんが